身やりたいことが本当にできてますかとお聞かれたら、いや当然 100% はできていない状況なわけです。やりたいことはたくさんあっても財源が確保できないけれども、次の世代のことを考えたら、それこそ財政的な負担を今たくさん押して、今いる人たちのためだけの政策をやるよりも、どれだけ財政の状況を立て直すことができて、次の世代に、次の世代の人たちがやりたいことがやれるような状況を残していくか、それの方が大事じゃないかということで、財政的な、ありがとうございます、ありがとうございます、財政的な見地からこれはやめましょう、新しく部局から上がっていくものの中でも、残念だけれどもこれはもうちょっと様子を見ましょう、そういうものがもういつも選んでいくのが市長副市長のヒアリングに今はなってしまっているというような状況なんです。それぐらい、まあ、財政の状況は厳しいということなんですね。正直国のですね、財政状況も、もう地方自治体と比べたら、横須賀市と比べたらもっともっとひどい、そういうことも言えるわけです。94兆円の予算の半分以上を、92兆円ですか、92兆円の予算の半分ぐらいを借金で賄わなければいけない、そんな会社どんどん考えられない。横須賀市も今まで、まあ、それに近い財政運営を行ってきました。市民の皆さんが喜ぶからということで借金をする、けれどもこの借金誰からするかといったら、次の世代の人たちからするわけです。当然道路あるいは病院、そういう社会的な必要なものは各世代で負担をしなければいけませんから、借金をするというのも仕方がない、そういう側面あるかもしれませんけれども、本当に市民生活に密着していないような施設まで借金をして、そして次の世代にその負担を負わせてきた、そういう市政運営の在り方では私は横須賀の町、次の世代に渡すことはできない、そんな思いで、当然あるものは有効に使わせていただきますけれども、これから新規の施設建設にあたっては、本当に市民の皆さんに必要とされるもの以外は作らない、そういう考え方で財政運営を行っていかなければいけないと思っているところです。そしてもう一つ、その3つの先ほど申し上げた柱、水と緑に親しめる横須賀、命を大切にする横須賀、人づくりの町横須賀、この柱を実現していくために、財政の再建が急務だと言いましたが、この裏表、表裏一体のものとして、やはり地域経済の活性化というものが挙げられます。これから人口はどんどん減少していって、少子高齢化、特に高齢化率というのが高くなる中で、横須賀市の経済活動というのがどうしても弱っていくことが予想されてしまいますけれども、これを当然行政にできることは限られていますが、地域の経済の事業者、事業主体の皆さん、その事業意欲をしっかりと応援できるような、しっかりと伸ばすことができるような施策というのをバンバン打っていかなければいけない、そういうふうに思っているんです。財政の再建と経済の活性化というのは表裏一体で取り組まなければいけないことなんだ。ブレーキとですね、アクセルをうまく踏み分けながら、横須賀という車を前に進ませていかなければいけないんだ、そういうふうに思っているんです。後ほど経済の活性化の話もさせていただきますが、特に市長に就任して強く感じるようになったのはそういうポイントです。経済というのは横須賀の町にとって本当に大事なことだというのは、議員の時にはなかなか感じることができなかったことではあったんですが、市長になって強く感じるようになりました。そして
もう一つ、やはり特に来年の市政運営の大きな柱にしていきたい、そう思っているのが、地域主権の時代にふさわしい自治体運営のルール作り、そして組織作りです。横須賀の町は36年間官僚出身の市長が自治体運営のトップを担ってきました。中央集権の時代だからこそ、それが歓迎もされたし認められてきたけれども、今は地方分権の時代、さらにその先を行けば地域主権の時代だと言われています。中央集権の時代というのは、国に全ての予算と権限が集中していました。地方はその出先機関、そのような形で自治体運営が行われてきた。ですから、国の官僚出身の方がいろいろな地方の市長をやる、県知事をやる、それはある意味当たり前の姿だったと言ってもいいのかもしれません。けれども時代は変わって、ちょうど2000年の地域分権一括法、これが通ったあたりから、国は地方の出先機関ではなくなって、それぞれの地域がそれぞれの特色のある自治体運営ができるように、さまざまな権限が地方に分権されるようになります。横須賀市でも240以上ある条例のうち、確か80本以上の条例がその時書き換えられたと聞いています。そうした地方分権の時代、要は国が何でもかんでも地方に権限や予算を与えずにですね、勝手に国が決めて、それに地方が従っていう形ではなくて、国の権限というのを地方に分けてもらって、そして地域の独自の運営を行うというのが、地方分権の時代、そして2000年頃から始まったわけです。そして政権交代前夜ぐらいから言われてきた、要は自民党政権の時頃から言われてきた地域主権の時代、これがまさに横須賀の町でも走り出そう、走り始めなければいけない、もうそういう状況になってきているのではないかと思っています。地域主権、それは何、それは国から取ってきた権限というのを、もう市民の皆さん一人一人がそれぞれの判断で町づくりを行う、ありがとうございます、町づくりを行う、そしてその結果に責任を持つという住民自治をやはり大事にした自治体運営の在り方、それが地域主権の時代なんじゃないか。少し学術的な話になりますが、地方分権というので国から与えてもらった自治権というのは団体自治と言われます。地方自治体としていろいろな権限を発揮できるようになった。けれども自治というものの考え方には、団体自治と住民自治があると言われています。この住民自治という意味では、市民が主役の町づくり、町づくりの原点は市民の皆さん一人一人、そんなことを私市長就任当初から申し上げてきましたが、まさに自治体運営の基本的なルールとして、市民の皆さんがそれぞれの地域、それぞれの場所で、それぞれの判断に基づいて町づくりを行って、その結果に責任を持っていく、住民自治の部分を大切にするのが、地域主権の時代なんじゃないかなと。